じゃあやってみましょうか。はい。そどんな始うまりの？ね。もう始まり。うなんか余談とかしたりするけど。ん。はい、こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんと。梅田エスト店ワイヤレス担当のベルです。こんにちは。よろしくお願いします。本日ですね、ベルちゃんに来ていただきましたのは、ちょっと紹介していただきたいイヤホンがありまして。はい。 素直ー。それがこちら。ほい。コーンの CF2 です。完全ワイヤレスイヤホン、まあ流行りですよね。その流行りの完全ワイヤレスイヤホンをご紹介していただこうと思います。お願いします。これなんと片側 4g しかないです。 4g、 4g、 片側 4g、 1円玉4枚 なかなかやな。でもな、すっごい軽いで、これ本体も軽くて、この充電ケース、充電ケース自体も軽いんで、うん、あのイヤホン合わせても 50g ない。 50g、 1円玉50枚分ってこと。50枚分、逆に分かりづらいですね。ポケットに入れてるのを忘れるぐらい。あ、確かにそうですね。なんかすごいその重たい鉄の塊っていう感じの印象じゃないですね。いや、1円玉ね、4枚ってね、 4g じゃないですか。でもこれも片側 4g じゃないですか。4万円も、1万円4枚分も 4g なんですよね。あ、そうなんですか。重さは一緒なのに。重さは一緒なのにな。価値が。装着感に関してはどうです？装着感がすごく小型でシンプルな形をしてるよね。そうですね。なので結構そのイヤーピースとかもちっちゃめなので、うん、耳にフィットもしやすいですね。なんか女性の方とか耳、私も耳が小さいんですけど、それでも結構フィットしてくれる小ささだった。小ささです。あ、噛んじゃった。言えないな。小さいし、あの先、そのイヤホンの先とイヤーピースっていう部分なんですけど、イヤーピースの部分をですね、まあ、交換しやすいというか、他社製のもの使いやすい感じではあるなっていうふうに思いますね。そうですね。形シンプルなのはね、あのやっぱ装着も楽ちんというか、まあ、ビギナー向けの製品ではあるかなと思います。Bluetooth のバージョンは 5.0、 Bluetooth コーデックは SBC のみになります。防水規格は IPX の4、ちょっとした水しぶきぐらいやったら OK っていう感じです。これは片耳でも駆動する製品ですよね。はい、そうですね。こちらが結構珍しくて、右側のみでも左側のみでも片側再生できます。なるほど。どっちもあのおやきというか。そうです。どっちもおやきになって、どっちもマイクも入ってるので、どっちを片側で使っててもらっても通話もできます。で、両耳でデュアルモードって言うんですけど、両耳で使ってもらった時の再生時間が3時間。3時間で、片耳ずつ使ってもらった時が 3.5 時間。 3.5 時間、ちょっと伸びる。そうなんです、ちょっと伸びるので、片側だけで使われる方はもうずっとなんか右左右左で使っていただける。これでその 3.5 時間片側で使って、はい、もう片方で 3.5 時間使えるってこと。そうです。その間にもう1時間で充電されちゃうので、もうずっと永遠にループできちゃう。常に仕事する感じになるんですね。そうですね。ビジネスマンの皆さん気をつけてください。上司がこれを見つけたら気をつけてくださいね。値段に関しまして、はい、イヤホンのウェブ価格の方では、今現在1万4円。1万4円。1万4円。4円。1円玉4枚分。1万円1円玉4枚分。4枚分の4円。多分そうなんですよね。で、店頭の方では、1万円で販売しております。非常にリーズナブルですね。リーズナブルですね。1円玉4枚分は一体謎の4円がありますけども。謎の4円。人だとね、ピッキリポッキリピッキリ1万円、うん、そうだね。1g やね。 1g ですね。うん、1g で買えるね。CF2 の音の傾向というか特徴、ベルちゃんの感想を聞いてみたいと思います。そうですね、私が感じているのが、私結構低音が好きなんですけど、しっかり低音鳴らしてくれて、でもあの耳が疲れない程度、心地よい程度で低音を鳴らしてくれて、であと高音もボーカルも全く埋もれないので、非常に聞きやすいですね。ほー、めちゃくちゃ高評価やん。私も大好きで。で、あの、うん、ベースとバスドラの音っていうのが私結構好きで、すごく聞きたいんですけど、そのバスドラムもベースもしっかりくっきり、特にベースラインをくっきり拾ってくれるので、ベースが好きな方にもすごくおすすめです。ベースラインのくっきりしたところっていうと、まあ、ミッド寄りの部分っていうところらへんですね。そうですね。なるほど。その質
下の方の低音の量感的にはどうなんですか？量感が、全体的に結構優しい音域なので、うん、すごく何ですかね、低音って結構ズン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 して疲れちゃうってイメージなんですけど、全然心地よい、なんていうんですかね、ライブハウスにいるような感覚に近い低音が鳴りますね。ちょうどいい感じ、ちょうどいい、響いてくれますね。君喋れるな、めっちゃ全然喋れるやないか、びっくりした普段使う時って、はい、通勤時、通勤時ですね。通勤時とかお出かけの時とか。通勤は電車？通勤は歩きです。歩き？これ割と途切れたりとかします？ね、うん、多少はもちろんありますね、うん、やっぱり歩いていて、うーん、1回の通勤で怒らない時もありますし、うん、1回パッて途切れる時もあるんですけど、例えば片耳が聞こえないであったり、うん、けど一瞬でまたすぐパッて戻ってくれるので、そこまでストレスには感じてないですね。通信してるものって大体スマートフォンやと思うんだけど、ね、スマートフォンってどこに置いてる？ポケットです。やんな、はい、それな、僕実験したんやけど、はい、スマートフォンを、まあ、後ろのお尻のポケットに入れとくのと持っときながら、はい、携帯見ながらやと全然これ実は接続性違くて、あ、それは感じますね、私も。実は人体って結構避けにくいんやなっていう。はい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 やっぱポケットに入れる瞬間とかに一瞬途切れたりします。そうよね、一番こういろんな人材に覆われてるところがねでもそこまで途切れるような製品ではないということですね、はい、まあでもそもそも完全ワイヤレスイヤホンっていうのはですね、ここ最近いろいろたくさん出てきますけども、大概そんなに途切れるものっていうのはないのでご安心ください、もし、気になるなっていう方はやはりイヤホンの店頭の方で、機能の方をお試しいただけたらいいんじゃないかと思います。これなんですけど、うん、片側使ってる時にやっぱ左右の接続性がかなり高いので、片側使ってる時にやっぱ両側で聞きたいなって思った時に、うん、ケースから出してもらったらすぐ左右でペアリングしてくれるんですよ。なるほど、じゃああれやな、こう片方つけながら何かしらの仕事をしてる時にもう音楽聴くもんってやった時にもう一個取り出した時に、はい、さっと繋がってくれると、はい、繋がってくれます。ちょっといいよね、便利、ちょっといい、すごく便利そうな、でもまあ、はい、あとデザインもそうかね、はい、なんかちょっとドレッシーなね、ゴールドというかちょっとピンクゴールドみたいな、そう、ね、うん、化粧品の瓶みたいな色してますな。そうですね、なんで大人の女性の方にも使っていただきたい、おしゃれ、働きながら常に通信機器を耳に入れておかなければいけないといったハードワークなキャリアウーマンの方にもぜひこちらの方おすすめしたいと思います。どうですか、 CF2 欲しくなりましたか欲しくなりましたか、ちょっとちょっと、でもぜひですね、この音質も1万円にしてはかなりの高音質だと思うので、ぜひぜひご視聴していただきたいので、ご視聴の際は梅田エスト店にご来店お待ちしております。よろしくお願いします。では本日は大阪日本橋店からイヤホンの浜ちゃんと梅田エスト店ワイヤレス担当のベルでした。ごきげんよう。